湯まほめ、時を止めた館で明日を探す迷子たち、発売2日前カウントダウン。なんだか普通な感じのスタートね。ここから不穏な会話に流れたりしないわよね。不穏かどうかはわからないけど、今回はラトリを紹介しようと思って。ああ、そういえば今までの会話で全然触れてなかったものね。ということでご登場いただきましょう。なぜ私がこのような場に引っ張り出されなければならぬのだ。ため息ついてないで自己紹介してほしいな。断る、面倒だ。ちゃんとできたらアイスあげるよ。それならいいだろう。私はナトリ、神聖にして誇り高き狼だ。あんたまだそんなこと言ってるの？スミちゃんはずっとナトリのことタヌキって呼んでるよね。だってそれにしか見えないもの。私は犬に見えるんだけどな。タヌキでも犬でもない狼だと言っている。私は強き望みを持つ者の心に入り込み、その願いを目に映す狼である。小難しいこと言ってるんじゃないわよ。いっつもアイス欲しがってるくせに。それは頼みを聞く上での報酬だ。どのようなことにでも対価は必要となる。アイスあげればお願い聞いてくれるんだから、そう考えるとありがたいよね。その程度の頼みだからアイスで済ませているだけだ。なんか私たちの誰よりもこのタヌキのことしっかり説明してない？あ、言われてみればそうかも。そこまでしっかりには思えないのだが。それだけ私たちの紹介とかが適当だったっていうことよ。結局そのままダラダラ続けて気づいたら2日前だもんね。その2日前ももう終了じゃないの。ということで今回はここまで。明日は久しぶりに全員集合だよ。私は今回限りだがな。